はい、皆さんこんにちは、守りの名手セノンプレゼンツ、プロ野球 OB クラブ公式 YouTube チャンネルです。特別編、プロ野球スピーツエース企画第2回目ということで、山本さん引き続きよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。前回のですね、動画を見ていただいた方はお分かりかと思うんですけど、今回はズバリ山本さんがガチャを引けば山本さんは引けるのかっていうですね、まあちょっと思い切った企画をやろうかなと。これをやったことはあるんだけど、はい、ガチャは引いたことないんですよ。はい、で今運よくですね、この収録日にこの山本さんが登場する、なおかつですね、自チーム OB 狙い撃ちスカウトというものがありまして、これどんなものかっていうと、まあ、山本さんこの OB、まあ、S ランクっていうのは皆さんなかなか出ないと。いや出ないでしょうね、はい、これね。でどの球団の、まあ、誰々が欲しいっていうのが皆さんあるというところで、このスカウトは OB が出るとほぼほぼ高い確率で山本さんが出るっていうような、今あの自チームを中日にしましたので、それが 出やすくなってるような。いや引けるんじゃない、引けるかもしれないけども、 S が出るかっていうのはなかなか難しいような。でも A でも出たらすごいんじゃない。あ A でもまあそうですね、まあまあですね、はいですね。なのでただその、これ A っていうのは S にはこうレベルアップしないんだ。しないんです。なので A は A なんだ。 A は A なんです。なんでみんな多分こう S ランクの S を引かなきゃいけない、引きたいっていうのが。じゃあこれやる方ってね、はい、その自分のスペシャルチームは全部 S で揃えたり、はい、はい、もうそうです、もうそれしかない、ね、もうみんな S で固めるっていうような。なんかいろんなところで大会みたいなやつやってます、やってます。でいろんな方いらっしゃって、例えばそういうオールスターチーム作る方もいれば、自分の好きなチームの S をこう固めていくっていう、本当中日でも OB も含めて夢のチームを作るみたいな方もいらっしゃるというような状況になっております。今までドラゴンズは OB どんな方が。ですね、今年はですね、ちょっとこちら見ていただくとですね、うん、S がですね、まず外国人から、ゴメス選手から。ゴメスかパワーあるな。そうですね、ゴメス選手がなかなかちょっとあれなんですけど、ゴメス、はい、それから赤岡です、ね、川上、はい、で井端、はい、バッサン、アレックスで森野さんとですね。この川上選手も気になるね、能力。はい、川上も9位 B が大層出れない。川上健信も、はい、ね、9B ですね。山本さんさっき81ね、健ちゃんも俺にね、これ負けてるようじゃん、じゃあ負けてるようじゃあかんじゃないの。これダメですかね、健信さんも。はい、じゃあこれまだ岩瀬がいないから、岩瀬来たらすごいね。そうですね、岩瀬さんどんな感じになるか。まあ前の前々年ぐらいは1回出たことがあったと思うんですけど。あ、そうなんだ。はい、そうですね、今まだ OB 枠でちょっと出ていないのでですね。あ、まあこれ中尾さんとってもいいし、これじゃあこれ大野って書いてるけど、これ今年のパラメーター。あ、パラメーターなんですよ。すごい強いんですよ、これが。どうしたこれ。これがですね、これやばいね。あの今ユーザーの中でもほとんど強い人たちはもう大野さんを先発で使うっていうのがありまして、もうあの特殊能力というか、あのピッチャーがですね、まっすぐとツーシームを持ってると強いっていうのがありまして、でそのこちらですね、このまっすぐと通信が AA っていう、この2つとも A っていうのがもう大野さんしかいないので、それはやっぱりあいつがそんなにか。まあ、あのルーティーの頃から知ってるから、ね、そうですね、あんまり俺も褒めたくないんですけど。ああ、なるほど、はい、ただ、まあ、本当すごいピッチャーになったなって、まあ、去年の活躍というかやっぱりすごかったですよね。まあ、2年連続で防御率のタイトル、そうですね、タイトル取って、はい、まあ、本当にあの立派なピッチャーに成長しましたので、入った頃ははちゃめちゃだったけど、ね、はちゃめちゃでしたか。まあでも本当に素晴らしいピッチャーに成長してくれたんで、はい、まあ今年も頑張るんじゃないですか。あ、そうですね、この年に期待ということで、はい、じゃあ早速ですね、はい、ガチャ、今回6回分といっても、10人 ×6 っていう形になりますね。60人引き当たるんじゃない、しかもドラゴンズのスカウト、そうですね、自チームの、当たりやすいようなものになっているというような形ですので、じゃあちょっと見ていきましょうか。じゃあ山本さん、じゃあこちらですね、250個の10連、1500あるんだ。はい、もうそれだけ今ご用意しました。課金したの。はい、課金しております、OB クラブ。じゃあちょっと引かしてもらいます。はい、10連スカウトの方いきましょう。すいませんよ、10連。はい、いきます。で、はいですね、はい、いいですか、250連、はい、いっちゃいましょう。はい、はい、で、この演出が入ります。これね、はい、これでなんか演出で、はい、なんかあります。でまだこれだとですね、ここに流れ星とか出ると、うん、なんかいいのが出る、 S が出そうな予感っていうのは結構あるみたいなんですけども、で一回タップしていただいて、タップしないと多分一回タップですね。はい、でこのピッチャー調子くん、ピッチャー調子くん、これまだあんまり S が出なさそうな。あ、そうなの。はい、流れ星で大田くんが
ちょっと微妙なところですね。いや、じゃあ今回は出ない可能性がちょっと高いかもしれない。これはね、皆さんも聞いてもらって楽しみにしたいですね。みんなで、1人目国吉、はい、でタップしていくとどんどん倉本、倉本理由にはあ、あ、来たよ。あ、でも B ランクですね。 B ランク、でもやっぱ自チームだから出やすくなってるんです、ね、やっぱ山本まさん、これ、はい、S 引ければいいんだね。 S が一番、あ、連続、連続、こればっかですよ、これ連続、はい、これね、山田選手、オリックス、山田、オリックスの、はい、糸原、はい、さあ、剣の枠、あ、指示を、はい、ね、はい、でもこれ B っていうのは、じゃあこれは A ランク、 A ランク、 A、 まず A ランク、これ A でもまあまあなんですよ。そうです、まあまあ強くはなります。はい、でちょっと A 引けたじゃん、1回目からもう早速山本さん3人も出てるやばいね、これ。いや、もうこれ S 引きたいですね、ぜひとも。これ、はい、ああ、これが今まだ初期の初期なんで、まだ全然成長してない。これ成長さすと、と、A でもまあまあ、まあ BBB ぐらいになりますね、多分。はい、そんなのくらい、はい、じゃあ2回目も、いやいやいや、山本さん3人もいて、いい、もう一回いっちゃいましょうか。はい、こうか、いっちゃいましょう。あ、ここはまだですね、でタップしていただいて、ここで普通なんか流れ星が出ると S がかなり高い。長子くんレッツゴーだとちょっといいかもしれないです。これ出る可能性あります。ここが次のレインボーになると、あー、レインボーだともう確定みたいな感じ。あ、そうなんだ。こういうのダメだ、俺も弱いもんね。今度ここに調子くんが出てこないとちょっとまだ S は出ないかなという感じなんですけど、小井野くんね、 これ、はい、この人はね、足が、はい、この人ちょっとまあいろいろ故障とかね、はい、多いありましたけども、この人の足はね、本当にね、岡本選手、岡本 A ランク、石川選手 A ランク、石岡選手、渡辺、若いですね、比嘉、西田、さあ、中島、お、今宮選手ですね。今宮 A でしたね。やっぱ S がない、ね、S なかなか出ないですね。 S1 回は引きたいですね、ちょっと S を、ね、ちょっとね、 S を誰か、S が出れば 30% の確率でマサさんになるようになってます、これ確か。自チーム、本当に、はい、自チーム狙い撃ちスカウトなので、 S が出ればかなりの確率で、じゃあ S 出れば、じゃあ3割、まあ、3回に1回は僕なんだね、出ます。はい、やろうかな俺も。流れ星、あ、来てないですね。どんなのか、その絵を見たいね。そうですね、1回、そうですね、1回見たいですね。ピッチャー調子くん、ピッチャー調子くん、調子くん、普通の調子くんじゃん。ここに調子くんが出てくるとするのと、勝てるの、あー、出ない。あー、そういうちょっとそういうのを待つ量、そうなんです、要素もあるんだね。みんなこうやりながら、うわーとかって、すごいな、なんか日本ハムばっかり、あ、多いですね、なんか日本ハムが、宮崎、あ、B ランクはやっぱ B ランク、山本まさは出るんだね、 B ランクはやっぱ出るんですよね。お、周東選手、お、岩佐選手、岩佐選手、お、茂木選手、お、谷本選手、中日、中日、やっぱ中日だったですね。中日でしたね、やっぱ自チームの、うん、でも僕ね、この谷本くんはいつもね、はい、ちょっと悪い時あったでしょ。ありましたね、ちょっと日本解析した後、ね、はい、いつもお前頑張れ、お前絶対大丈夫だって言って、やっと去年ね。そうですね、去年良かったですよね、うん、やってくれたんで。谷本選手、山本まさ、こういうのってこう、はい、合わせられないの。そうなんです、合わせられなくて、ただですね、 A ランクの山本さんをマックスまで成長させると、うん、S の山本さんがいれば、そのなんていうんですか、さらに強化できるっていうものはできるんですね。で、 S の山本を強化するの、強化することができるんです。はあ、それはそういうので、あの A ランクの山本さんもみんな集め、そ、 S ランク持ってる方は特に集めたがるっていうのがあるんで、うん、はあ、じゃあ4回目、じゃあ4回目、40年いきましょう。さあ、さあ、どうでしょうか。あ、出ない。あ、もう出ないって出ない、わかんない、今から出るんじゃないのね。あ、じゃあ調子くんレッツゴーで、お、レッツゴー、はい、調子くんレッツゴーだと長押しですよ、ここ長押しで、これでレインボーになると確定なの。確定です。あーっていうっていうような、なかなか、これはもう
ガンガン君、もう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 、あ、来たよ、来ました、これ S 出ます。本当に誰かしらの S が出ます。本当に今の2個としたの、2個としたのが、そらお金使ったのは福田種市くん、いきなり出てきますね。松永、あ、途中でも、途中でも可能です、あります。お、来たよ、あー、これ A ランクですね。あ、岸、これ岸くんね、A、まだ A、川島 A、あ、じゃあこれ今回いいじゃん。はい、結構 A ランク、 S 確定なの、これ S は確定します。今のさっきの A スだと、来た、松原選手でした、 S 獲得。でもこの人もね、そうですね、今矢田亮介、はい、今村選手ということで S は出たんですけれども、山本まさじゃなかったと、引けなかった、 30% はちょっと引けなかったっていう。低弾道で、はい、足は速いね、多分ね、これね、はい、これ多分成長するともう多分、足も多分 A に近いぐらいの、多分 B の後半ぐらいですかね。あ、それでも B なんだ、はい、松原君でも、はい、ここに山本もまさ映ってるじゃん。そうなんですよ、もうみんな多分それをこう見ながら欲しいなみたいな、あと2回しか引けない、2回しか引けない、いきます、はい、いっちゃいましょう。ちょっと流れ星、流れ星の演出、ね、じゃあ見たいんだよ来ないですね、流れ星を見たい、もう流れ星も勝った、流れ星だと、そうですね、確定に近い、多分確定に近い。ピッチャー星君、これはどうだろう、波ですね、波ですね、レインボーマニック、けばけ、いかない、いかない、これでも演出思い込むわ、出ない、ここで調子見せるとかって、見ちゃうよ、こう見ちゃってんだよ、そうなんです。山本正は、山本正は今の点か、エスコバー、ババ、ババ投手、バービー、ババ投手、コーチ、初戦にコーチ変えた時に、はい、山本正出るのも B なんだよね、ね、スワレ、吉川、長谷川選手、お、あ、山野辺選手、ライオンズ、ライオンズですね。いやー、あと1回しかない、あと1回、あと1回。あと一回、なんとか最後これ引けたら、でも逆に優秀の美のなると思うんですけども、じゃあ行きましょうか、最後、じゃあ最後、最後もうみんな願ってますんで、はい、なるほど、 あ、でも満月出てます、なんか飽きてるよ、そうです、満月だとちょっとまた可能性が、期待違うね、期待違います、これ満月や、ピッチャー吉田昌司君、どうですか、結構ね、その長押し、長押しした時に連合まで行けば、おー、連合出て1回ぐらい、あ、入れない、ここでは変わんないの、そうですね、ここで飛んで、その後に飛び込んでると、もう、あ、出ない、あれ飛ばない、飛びもしない、飛ばない、でも飛ばない時も出る時あるんですよ、いきなり、そうなの、いきなり出る時あるんで、はい、行きましたね、よし、さあ、来てくれ頼む、来てくれ、今井、今何人だ、今8人、今8人、はい、次ラストです、あ、次、はい、落ちたよ、ああ、これはね、皆さんね、やる気持ちが分かりますか、なんかやっぱり分かる、面白いもん、ああ、そうですよね、この250っていうのは、はい、1回引くのは何マネーぐらいですか、ああ、マネーの方がですね、はい、まあ、ゲーム内でそのエナジーっていうのが溜まっていくんですけれども、うん、貯める他にやっぱりそうやって買いたいっていう方もいるので、同じ場合250だと3000円ぐらいですか、ね、3000円で750エナジーを皆さん多分買われるんですね、その750エナジーを、それが1万円なんですけれども、1万円で750エナジー、760ですか、760エナジーで、それで3回回せるので、今の10連っていうのを皆さん大体それを買われるっていう、10連3回を1万円でみんな買っていくという、いやー厳しいいや今6回で2万円分、はい、2万円分ですね。ちょっと呆然としちゃったよ。すいませんでした。僕もね、はい、競馬でこう、そうですね。3回使うときはあるので、はい、はい、はい、まあ全然、はい、否定も肯定もしないんですけども、と、はい、意外とかかるなと。はい、で、まあゲーム内でも溜まっていくので、逆に無課金っていうような課金をせずに、そういうエナジーをそのゲーム内の貯めてて。その一気にここでやるっていう方もいますし、それでじゃあ僕の試合当ててると思います。すごいな。だそういうふうに全然無課金でやって当てるって方もいれば、課金してもいくら
いくらやっても当たらないみたいな、運がね、あるというような。あとはこれゲーム進めていく中でもそのエナジーを使うの、はい、そうです、エナジー使ったりする、長い時間やるとエナジーを使ったりとか、はい、逆にエナジーが溜まったりみたいなのもあったりするので、じゃあ毎日ログインするだけで、そうそうです、エナジーが溜まります、はい、そういうようなゲームです。ありがとうございます。まあということですね、まあ60連引いていただきまして、ちょっとまあ A ランクまでは出たということで、まあ、ね、A でもまあ出ればっていう方も、はい、あのちょっとツイッターでは見ましたけど、はいはい、まあ、でもやっぱ S は欲しいよね。 S ですね、そうですね、ちょっと今回6回分しかちょっとご用意できないんですけど、僕がやったら大変なことになる、大変なことになっちゃう。ぜひこれからも多分山本さん、まあ、プレイしていただくことがあるかもしれないと思いますんで、ちょっと少しやっちゃおうかなって。いうようなところで、まあ、ちょっと今回初めてご自身で弾けるかみたいなことでもやらさせていただきまして、まあ皆さん多分同じような心境で多分皆さんこう弾きたいなって方もいらっしゃったと思いますんで、いやでも自分だからね、そうですね、特に自分だと思うので、これはどこででしたっけ、あの作ってる、あコナミさんですね、コナミさん、あの俺出してんだから俺が始めたら僕のほらパスワードに俺を、はい、入れてくれと、あのそれ同じことを井端さんが言ってました。全く一言一句同じぐらいのことを言ってました。ね、俺のところに送ってくれたらすぐ始めます。はい、だって自分がいないんじゃ、そうですね。始めるのにね。そうなんです。あのちなみに井川さんがプレイされ、井川さんですね。阪神の井川さんがプレイされていて、井川さんは自分でプレイしていて、まあ、無課金で S は引けなかったらしいです。自分で A ランクだけなんとか苦し紛れに引いたというふうには言ってました。井川さんも出て課金してます。メジャーリーガーですか、あの人も、メジャーリーガー、あの人も、はい、あのだあこうラジコンとかするんですよ、ああ、ね、そうですよね、ゲームのスケースもね、あのヘルプだとか、はい、あの空物をやるみたいなんだけど、はい、こういう人ってマニアックなんで、あなるほど、マニアックな人はねもうそこに突き進んじゃう、あなるほど、これは俺には危ないな、危ない危ない、はい、なるほど、いい言葉をいただきました。まあ、俺もやってみたいな、あ、うん、はい、ありがとうございます。ということでですね、まあこういった形で、OB クラブ所属の OB も所属、登場しますプロスピーエース、ぜひ皆さんも、プレイしてみてください。最後に、なりますけれども、今回ちょっと特別編ということで、プロスピー企画、山本さんに登場していただきました。今後も技術系のですね配信含めて、様々なことを OB クラブチャンネルでは行っていきます。技術配信の方でもですね、山本さんご出演されますので、ぜひですねチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。はい、ということで最後になりますけれども、今回、プロスピ企画恒例となってきましたけれども、前回のですね撮影で使用しましたこのパネルですね、こちらに山本さんちょっとサインを入れていただいてですね、はい、それはまたレアだ、それレアなんですけど、結構好評いただいてまして、はい、あのプロスピユーザーにも、OB のファンの方にもですね好評いただいてまして、後ほどサイン入れていただいてですね、はい、4名様にそれぞれ一つずつ、プレゼントをさせていただきたいと、よろしくお願いしますと、はい、ということで、今回、プロスピ企画、山本さん、2回にあたりありがとうございました、はい、お待たせしました。今日は、新興園にあるセノンスポーツゼロに来ました。オビークラブベースボールメディアで、ここを使わせてもらってます。こんな施設もあります。疲れた後は酸素カプセルで癒しましょう。じゃあね、一緒だわ。セノンスポーツゼロにスピードガンが導入されました。101、107、110いきます。111、ピンピンピン。